ニュースしゃべり残しえ。今日オンエア聞かれた方はお分かりだと思いますが、2時間全編居酒屋トーク <laughs>、はい。ほぼ居酒屋トークでございました、えー。で、しゃべり残してることがそんなにあるかというと、いや、そんなにないんですね、実はね。そもそも今日そんなにしゃべることはなかったんで、まあ居酒屋トークでよかったんですが、あー、ズームオンの一つ目か。 トヨタの営業利益と売上高過去最高へ、えー、トヨタ自動車は来年3月までの1年間の業績予想を情報修正し営業利益は4兆5000億円また売上高にある営業収益は43兆円と大幅に引き上げました営業利益で4兆円売上高で40兆円を超えるのはいずれも過去最高で日本企業では初めてです、えー、半導体不足の緩和や円安などが業績を押し上げています円、まあ、円安要因で1兆円以上 あったみたみいですねこれ実はね日本の株式全体に言えるんですけども、えー、日本の株って結構最近フラフラしてる感じかなこの何日か連続してて上がってますねだけどその前結構下がってたりなんかして、えー、年初からだとガーッと上がって割とこうフラフラしながらちょっと下がりつつある。で3万円が近づくと。 ガッと盛り上がっ、まあ、持ち直すっていうそんな状況でガーッと上がってそれから横ばいがいやいやちょっと下がり気味っていうそんな感じでまああの年少の予想でまあ年末に3万円超えるかなみたいな予想が多かったんで、ね、年末には3万円超えたまんま終わりそうですけどももう一時の今年の前半上半期の勢いは全くなくなっちゃってるんだけれども。 でも年初から見たらまあ上がってるというふうに日本人からは見えますが、えー、例えば外国人がこう日本株に投資しようという時にはドル換算ドルベースのグラフをこう見てるわけですよ。そうするとここへ来てドルベースドル換算、まあ、円安のせいなんですが。 この数ヶ月だからまあ今年年初にガッと上がった時はともかくとしてそこからガーッと緩やかに落ち始めてる上がったり下がったりしながらちょっとずつ落ちてる感じなんですがここの今現状においてはドルベースで見るとものすごい安値なんですね日本株が。日本株むっちゃ安値なんでえ買いじゃんっていう話になってえ相当あの外国からの買いも入ってるというようなことがまあ 株がガッと下がるとグッと持ち直すガッと下がるとグッと持ち直すというところはここをしばらくそういうパターンが多いんですがでも背景には、まあ、だから日本円建てで見てると確かにトヨタもすごい儲かってるねなんだけどもああの水ぶくれしてるところがありますただ水膨れだけだとね、えー、同じように水膨れして。 え営業利益増えてるっていう企業は他にもたくさんあるんだけれどもそれが全部みんな株価が上がってるかっていうとそうでもないので株価が上がってるっていうことはまあ他の,えこのそんな状況の中でも頑張ってるよねっていうところがないとそうそう株価って上がってこないんですがまあそういう意味ではえそんなにあの円安だから水膨れして数字だけが増えてるぞっていうそういう感じでもないですね。よく頑張っってらっしゃる とといいううことなんだろうと思いますでお金の話でいうともう一つねこれは解説しようかと思ったらこれ時間が本当になくなっちゃった話なんですが、えー、今朝の読売新聞によりますと来年間の合計所得が410万円以上を対象に基準額の1.2倍に設定している保険料を所得に応じて1.8倍から2.6倍に引き上げます一方低所得者の負担は軽減されます あの介護保険ってね40歳以上強制加入で40歳から確か64歳まではえなんか健康保険かな,なんか他の保険と一緒に取られてるんであんまり取られてる感がないだろうと思いますが確実に取られてます。で65歳以上になるとえ市区町村が基準額決めててこれ市区町村によって値段が違うんですね。で全国平均月額現状6014円ということで。 えー、だからこれ自治体によって違うんですねこれあくまでも平均ですね全国平均が6014円65歳以上で所得に応じて、えー、月額の介護保険料の負担が違ってきてですね、えー、今一番高いところで1万223円が今後はどうなるかというと、えー、1万5636円これもあくまでも 平均をもとにしたあの計算値ですから実際もっと高い自治体もあるはずです。でどのくらい合計所得が680万円を超えるような高齢者に関して言うと月額の介護保険の負担が1 5,636円、えー、もっとずっとあの自治体によっては高いっていうところも出そうですからただも介護保険始まった時にはね 65歳以上の平均って基月額2,000円なら何、えー、かあった時に介護してくれるんだったらいいよねっていうのが今もう2,000円で始まったやつが6,000円までやってきてで所得が高,高いと2万円近い月額の介護保険料だと相当やっぱりダメージ来てる高齢者多いと思いますね。 で私そんなことは分かってたはずでやっぱりスタートした時に将来こうなりますよとでそれはやっぱりね世代間であまりに不公平だと思いますよこれ制度が始まった時に月額2,000円で住んでた人が今も平均で6,000円になってで所得が高いと近々やっぱり1万5,000円を超える月額の介護保険の負担になるということになるとでこれ今後ですがもっとどんどん上がっていきそうです。 今の予測値がどっかに出てましたけども、えー、と現在6,000円が2040年頃には月額9,000円がこれ基準額基準額が月額9,000円ということはさっきので言うと所得が多い高齢者は月額やっぱり介護保険料2万円以上払うということになるだろうと思います。万円は軽く超えますね でこれやっぱね世代によってあまりに不公平だと思うので将来に見通して設計をしっかりしてで過去の本来今の高齢者というか過去の時点でその時点での高齢者に関しても今,今はこう2,000円で,すで済みますけれども今なら現状2,000円ですが将来的近い将来このぐらい高齢者と現役世代のバランスが崩れてきますから。 このぐということでじゃあそれを世代によってダーッと鳴らすことによってあの一番状況が悪くなる2040年頃でもそんなに上がらないようにという制度設計はできたはずなんだけれども政治家はやらないんですねそうすると目先の支持を失ってしまいますから。でまたあのその時代の高齢者が「いや今は高齢者が少ないんだから2,000円でいいだろ」みたいなことて言うとだけどある時代の高齢者が2,000円である時代の高齢者が 同じ所得水準なのに1万円っていうのはちょっといくらなんでもね世代による不公平感はありすぎるのでそんなことはだけど十分見通せるわけだから制度設計の段階で制度設計の段階でちゃんと見通して将来にわたって安定制度を安定化させるために今2,000円じゃなくて今4,000円1人4,000円だけどその代わりピーク時に1万円とか行かずに済みますからねそうすると。 そういうやっぱり将来を見通して、えー、長期間にわたって安心できる制度づくりというのがやっぱり政治家や役人さんには発想として必要だろうと思うんですがそうならないですね。もう目先のことで人口バランスが崩れるっていうのはもう分かっているのにその崩れた状況が来た段階でちょっとずつちょっとずつ制度変更しますからその時点その時点で。 えー、たまたま運悪くその時点で高齢者になっているとすっげー負担をしななきゃいけないけとだから今の若い人が今の現役世代が高齢になった時の負担ってすごいことになると思うんですがそ今のうちから慣らし時はそんなにひどい負担せずに済むのにそれをすると今の、えー、有権者を敵に回すのでやらないと。 え先送り先送りで今の現役世代が高齢になった時に本当にひどい目に遭うということが分かっているのに制度変更しないい大問題だと思いますよ私みたいにギリギリ逃げ切れるかなっていう世代の人間は本当はやっぱり俺たちの負担ちょっと増やしてもいいから将来的にならそうよっていうそういう発想をすべきなんだけれどもそんなこと言うと炎上するからね。 今の高齢者に特に今の政権って高齢者に支えられてる政権ですからそうすると高齢者にだけばらまきをすると票を実質税金で買うみたいなことを平気です,しするわけですよ。なんとかならんか。あ帰ろうということで今週もご清聴ありがとうございました。で来週は体調を整えてですね、えー、復活させたいしたいというふうに考えております。また来週